フライングタイガーさんで買った中塗るやつで遊んでいきたいと思います。イエーイ。どんどんどん。じゃあこれはなんかね、絵の具とかでこの恐竜に色を遊ぶものです。パブとママがリング買ってきてくれました。で、じゃあもう開封して。開封ドドンドカン。あ、やばい、出しにくい。コペンハーゲンどうだ。こんな感じね。オッケー。はい。6色で何色があるかっていうと、これがレッド、イエロー、ブルー、グリーン、ブレッド、ブラック今さ、最後さ、ドヤが出てる、ドヤ。あとこんな筆が入ってます。この絵の具でどんどん入れていくって感じですね。でも水とか入れないといけない。よいしょ。書いてない。まあ塗ればいいんじゃないこれは。もういいんじゃない。うわ、塗れた。ちょっとこのかゆいし、もうイライラするわ。もう血がついてるみたいです。いや、多分これね、なんか水が入ってるっぽいから。そうだね。大丈夫。あ、どんなテーマは、最後に言った方がいいんじゃないの？出来上がってからの方がいいよ。あ、そうか。あ、テーマは当てるわ最後。うん。いいよ。始めます。はい、どうぞ。そうだね。塗るのが終わったので見せたいと思います。じゃあ今からカウントダウン、せーの、3、2、1、ダダーン。かのかの題名は韓国ユニコーン風カラフルです。ここと横の左とも、これは韓国語でラブと読みます。おー、だから作られてきました。1個ね、すごい特徴があるんだけど、ちょっと湖になんかの崖に座っているユニコーンみたいなのをイメージしました。あ、じゃあ思春期。あ、ユニコーン風カラフル。ちょっとここに書くね。韓国ユニコーン風カラフル思春期です。思春期っていうのは、初恋で告白したら失敗して思春期になった。感想ね。感想はすごくなんか楽しくて、なんかできた時の達成感みたいな、やっぱり特徴的なところはラブっていうところですね。なぜラブにしたかっていうと、可愛いから。なんかラブってなんかいいなって思って、この子の名前もラブです。こういう名前でラブ、これでラブ、すごく楽しくてこの子に恋しちゃいました。ラブ、みんなも作って達成感を経験してください。じゃあ